やっぱり、なんといっても、もうこの時点でね、ジョジョって連載10年くらい経ってんだけど、うん、やっとですよ。ギャングにしたらもうやっと挑めるんですよ。ゴトファーザーがついに来たーついに来たーっつって言って。さて、そんなわけで今回は、はいはい、ついにジョジョも、うん、折り返して、うん、5部に入りましたね。よっしゃー。今日はいつものレオさんがちょっとお休みで、はい、代打として山田君に出てもらってますけど、はい、どうですか、ジョジョは好きですか？ジョジョは大好きです。よかった、うん、いやちなみに何部が一番好きですか？僕一番好きなの2部ですね。あ、2部か、2部。なるほどね。でも5部も好きなんで、うん、どんな解説聞けるか非常に楽しみでございます、うん、なるほど、もう本当に嬉しい言葉言ってくれる、うん、もうあの慣れた人たち言ってくれないからね。僕は実はね、この黄金の風がね、一番最初に入ったジョジョなんですよ、うん、おー、最初はあのゲーム版、これのゲーム版から知って、はいはいはい、あ、プレ2であったやつか。プレ2で、うん、それを買って、うん、ハマって一部から買い始めたって感じですかね。 なるほど、じゃあもう好きになったきっかけが5部、はい、そうですね。なるほど、いいところですね、はい、なるほど。まあ僕もちょっと今回読みまして、はい、で、あのもうやらないと決めていたの付箋システムを復活させた結果、はい、わー、こんな感じですな、またな。狂気のね、ちょっとあの数数えてないんだけど、まあちょっとやばいね今回ね、もうまたヒロがやってますよ今回も。で今回ね、はい、まああの、まあ、こんだけ付箋つけたんだけど、うん、あの、そんなに語らない。あ、あの、語ることはないっていうか、うん、まあ、あるんだけど、うん、もう、とにかくね、一点ものすごく面白いテーマがあるんで、ここだけギュッと語りましょう。で、はいはい、まあ、それ以外の、まあ、今回は、あの、まあ、ざっくりしたものだけ、うん、あの、まあ、表面で見えるものだけ、うん、まあ、荒木さんのこだわり的なものをちょっと、ざざっと解説していきましょうかね。はい、はい。はい。時はアパート。出ました、黄金の風。はい。ジョジョの奇妙な、もう、ギヨギヨになってますね。そうそう、はい。イタリア語にね。イタリア語に。はい。イタリア語なのか知らんけども、俺これでジョジョって読むのか知らんけども。だからイタリア語で JO、JO だとヨヨになっちゃうんだったっけ、確か。あ、そうなんだ。そう、だからこういう表現してるって。なるほど、うん。で、連載されていたのが、うん、1995年52号から、うん、1999年の17号で連載されていました。ちょっと僕らは小さい頃生まれた年ですね。うん、ああ、そうだね。うん。俺も94年生まれだから、まあ近いは近いね、うんうん。主人公はディオの息子のジョルノ・ジョバーナ。そうですね。はい。この辺から苦しいね、やっぱりね、もうね。血縁から出すのがね。そう、後付けが。後付けがちょっと厳しくなってるんだけど。そんなことあったのかみたいな。で、まあ、ざっくり話は、町の子供たちに、その、麻薬を流すギャングを浄化するために、自らがギャングとなって、正体不明のボスに立ち向かうっていう、まあ、今回もまたドシンプルな話ですね。シンプルですね。はい、で、まあ、なんで5部を制作したのかと、いうと、まずね、あの荒木さんがこれインタビューで実際言ってるんですけど、うん、はい、もう以前から編集者にそのお前は人間の悲しみを書くことができないって言って、生まれた時から悲しい人間だっているじゃないかって言って、うん、お前はそういうのが書けないって言われた、うん、確かにジョジョにいる人間みんな前向きだからそれ書けないだろう、そうだね、悪役すらも前向きですね、前向きだから書けねえだろうなと、成長下がり、うん、まあ、そう言われた荒木先生はあの、なんだと？と。なんだと？って。っちゃうぞ、うん、とは思わずに、うん、別のタイプの作家なんじゃないですかねみたいなことを言ってたらしいんだよ。なんだけど、突然、この時、うん、そのテーマが書きたくなって制作するに至ったらしいんだよ。で、自分では言ってますね。はい、まあ、こっから俺の推測なんだけど、うん、まあ、まず一個は、これテーマがね、4部の発展なのよ、簡単に言うと。うんうん、まあ、これ前回も おさらいだけど、自己の運命を肯定する人々っていうのはあれはテーマにしてるの、うん、自己否定しない人間たちっていうのは素晴らしいねっていうことを言ってるんだけど、で4部の人たちっていうのは、少なからず選択できてるのよ、うん、そのこの道に行くか行かないかっていうのは選択ができるはず、あ、できる上で黄金の道を行くっていうその男たちの気高さを描いてるんだけど、うん、5部の人間たちは総じて運命をもう選ぶことすらできないんだよ。もうこの道に行かざるを得ないっていう人たち。もう自由意志がないっていう。そう、自由意志がない人たちっていうのをあの、主人公たちにしてるんで。確かに。で、それが荒木浩彦の考える悲しみを抱えた人々なんだよ。すごいね、うん、はいはいはい。選択肢がないイコール悲しみ。そう。だからさっき編集者が言った、生まれた時から悲しい人間だっているじゃないかって。そういうふうに運命づけられてる。自分の選択ができない人間たち。っていうのを悲しみを抱えた人間っていうふうに多分捉えてるんだと思う。あ、なるほど。で、それらの活躍を、
まあ、描くことで4本までで提示してたテーマっていうのをより深掘ることができるんじゃないだろうかっていうふうに多分考えてるんだと思うよ。すごいですね、うん。まあ、それ以外にもね、やっぱりこの95年あたりの時代がやっぱ面白くって、うんうん、はい、それなんでかっていうとね、とにかくギャング映画の名作が多いのよ、この中で。ああ、うん、はい。ここには書いてないやつもいっぱいあるんだけど、うん、とりあえず俺が思い浮かぶだけ。名所ところ。うん。まあ、ヒート。これアルパチーノが出たやつだね。はいはいはい。で、ユージュアルサスペクツ、サスペクツ。うん。これもう名作中の名作だよね。うん、あれだ、ボヘミアン・ラプソディの監督の若い頃の。そうだね。あ、うん、そうなんですか。で、パルプフィクションですよ、皆さん、イエーあなたが大好き、ね、俺が大好きだね。これ94年なんですよ。あ、94年の9月24日に日本で公開されてます。はい、ちなみに私の誕生日94年の9月25日です。ちょうどじゃあ、はい。で、まあ、なんていう、このあたりってやっぱ結構多いのが、その自らの運命を悟りながらも強い意志で戦う人々っていうのが結構多いんだよ。で、荒木飛彦は、この本の中でも、ここにグッとくるって書いてありますから。で、ヒートに関しては、うん、あれだよ、この、これに載ってる、サスペンス映画ベスト20の中で1位だからね。ああ。ちょっと変な守備してるよね。うん。あの、これ、ね、ギャング映画好きからは結構、がっかり映画って言われてるけどね。やっぱり、その、パルプフィクションとユージュアルサスペクツは、結構元ネタにしてるよな、と思う。あの、パルプフィクションって、まあ、ざっくりどういう話かというと、ギャングの一員であるジュールスっていう男、うん、サメル・ジャクソンがやってる男なんだけど、うん、が、あの、敵が放った銃弾から奇跡的に逃れられた、うん。何か神の意志が働いたんじゃないだろうか、うん。これが神のお告げなんじゃないだろうかって言って、俺はこれからギャングやめて、弱者を守るために戦うぜっていうことを決意するっていうのが描かれてるのがパルプフィクション、うん。決意するだけ。だけ。だけで終わり。だけで終わり。もうその後、あの、踊ったり、ユーマサーマンと踊ったりしてるだけだこれ、ね、まず、敵が放った銃弾から奇跡的に逃れることができるっていうのは、うん、これもミスターのエピソードで全く同じことをやってるね。あーあー、はいはいはい。で、ユージュアルサスペクツ。まあ、扉絵でも使ってるけど、うん、まあ、これなん、どういうやつかっていうと、まあ、お金のために仕方なく、もう裏稼業引退してた男が、うん、もう金のために仕方なく仕事を引き受けるの、もう一回。うん、で、そしたら一回で終わるはずだったのに、何個も銃つなぎで、うん、受けさせられるんだよ。で、だんだん主人公たちが、自分たちを陰で操っている、うん、あの、カイザー・ソゼっていう男に気づいて、彼の正体に迫っていくっていう話なんだけど、まんまディアボロの設定これだね。あ、うん、もう、もろパクリと言ってもいいぐらいな。あの、演出めちゃくちゃディアボロっぽい。ディアボロだよね。うん、まあ、好きだったんだろうな、この映画な、と思って。うん。だから、ギャングものにしようって決めた瞬間に、これにしようって決めたんだ。あで、まあ、やっぱり、なんといっても、もうこの時点でね、ジョジョって連載10年くらい経ってるんだけど、うん、やっとですよ。ギャングにしたら、もうやっと痛めるんですよ。ゴトファーザーついに来たついに来たつって言って。もう、その、主人公が代替わりしていくっていうことのロマンを、荒木博彦先生に突きつけたのがこの映画だからね。うんうん、で、もう、この五部は、もうリスペクトすごいいっぱいあるよね。うん、まあ、まず、ブチャリティが戦う理由。はい、子供に麻薬を流すやつは許せない。うん、麻薬はダメだ、絶対つって言って言う。これもビトコルリオネが言ってましたよ。ああ。麻薬はダメだ、つって言って。うん。で、あとね、何かとね、この五部はね、ご飯を食べながらね、会話するシーンが多い。ああ。ゴドファーザーも。ゴドファーザーはね、大事な話は大体飯食いながらやってるね。あ、冒頭飯食い、なんか、パーティーみたいなやつ、ね。そう、冒頭飯食いながらだし、あと結構重要な、あの、会議してる時も、飯、うん、とりあえず飯食いながら考えようぜっていうのが結構多い。うん、で、五部もそれが多い、うんうん。だし、幸せの象徴が、なんかね、うん、平和に飯を食えることなんだよね、これって。いつも会食してるイメージありますよね。そう。だから、この戦いが終わったら、あの、僕も、ナポリの、うん、あの、マルゲリータが、ピッツァマルゲリータが食べたいみたいなことを言うんだよね。うん。うん、なんか結構、飯を食うってことが幸せに直結してるのは、うん、割とゴートファーザーだよね、うん。うん。で、まあ、なんて言ったら、ブチャルティの過去のエピソードは、もう完全にこれ、あれだよね、マイケルだよね。マイケル・コルリオーネだね。怪我をして入院してしまった父親を守らなきゃいけないって言って、大丈夫だよ、パパ、僕が守ってあげるからねって言うんだけど、うん、これも、あの、ビト・コルリオンの息子のマイケル・コルリオンが全く同じことやってる。はいはい、やり放題ですね。やり放題だよ。だし、もうラストシーンはゴッドファーザーパート1の、もうそのまんまカット使いましたみたいなやつだもんね。あ、うん、あのラストシーンうまいよね。あの、
ディアボロがさ、初めて出てくるときさ、はいはいはい、全く同じカット使うんだけど、あ、ディアボロはたった一人で暗闇の中こうやって薄くまってるのに対して、もうこれですわ。ああ、そういう薄いになってるように作ってるのが、もううめえなと思って普通に。うん。なんか割と、あと、読み返してハッとするよね、あれね。時はパート。で、今回からキャラクターはちょっとやっぱ異質になってくるね。まあなんといっても、イケメンで線の細いキャラクターを多用するようになったんだね。あ、だから4部で言うと奥安いないんだよね、この部分。ああ、確かにね、うん、あの2枚目というか。2枚目だし、その。唯一ミスったぐらい。多分ミス、あのね、アルフィさんってね、ブサイクのやつどこのブサイクに書くから、ミスターは多分アルフィさんの中ではイケメンなんだよ。イケメン枠なんだよ、イケメン、うん。で、なんでこうなったのかって言うと、まあ、とりあえず、まずドラゴンボールが終わっちゃったんで、マット路線っていうのがもう流行らねえと。はいはいはい。まあ、誘惑も時期、同時期にやってるからね。うん、もう、ジャオ演出黒竜派つって言ってね、ちっちゃいね、うん、あのね、ジャガン持ったやつが暴れ回ってるわけですよ、ジャンプでは。もうそうなるとやっぱ厳しいよね。うん、だし、あの、スラムダンクもなんだかんだ言って、あれみんな細マッチョだもんね。確かにね。うん、ゴリマッチョはゴリしかいないから、ね。ゴリさん、ゴリさんだけ。その、イケメン揃いなのは、なんかどうやらジャニーズを意識してるらしいんだよ。まあ、スマップまだ出てきてないんだけど、有名ではないんだけど、うん、この時期って、うん、ジュニアがどうも埋めてたぐらいの時期なの。そうだから、なんかそれを意識してるのかなと思った。 あそれをごめん、そのジャニーズを意識してるらしいんだよ、うんうん、てかこれ実際自分で言ってんだよ、ジャニーズを意識しましたっつって言って、でまあなんか俺はそれだけじゃない気がするんだけど、うん、で多分それ、ま、今現状流行ってるものを多分参考にしたんだと思う、うん、これですよね。セーラームーン美少女戦士だね、うん、これこの中でブサイク一人もいないじゃん。いないね。うん、みんなスタイル良くって、みんなかっこよくって、みんな可愛くってなんだけど、うん、これだと。で、それがもうボコ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 あると、うん。だからもうこれもそうだよね。ガンダムウィングもそうだもん、ね。ああ、みんなイケメンですね。みんなイケメンで、これが大流行りしてた。あ、例えばこの時期のアニメってイケメンキャラ多いわ。まあ、セイントセイヤもあるんだけど、あれはもうちょっと時代前だからね。そうだね。うん、で、あの時期はセイントセイヤが、あの、異質だったんだけど、うん、もう、この時期になると、それがスタンダードになっちゃったから、うん、まあ、こうするしかないよね。なんか、イタリアの男たちっていうのを作るにも、まあ、これは非常に良かったんじゃないかなと思うね。うん、まあ、ちょっと、空城城太郎のキャラクターで、イタリア人ですけど、ちょっとなかなか厳しいと思う、ね。厳しいですね。野生味が、うん、強すぎるなと思って。うん、時はパートで、まあ、やっぱ戦闘シーン。うん、うん、戦闘シーンが非常に今回がね、完成度高いね。能力バトル漫画の一つの究極系と俺絶対言っていいと思う、このゴブは、うん。あの、今回から敵のスタンドがホラー映画モチーフじゃないんだよね。なんかね、超常現象モチーフっていうかね、あの、まあ、ぶっちゃけて言ってしまうと多分 X ファイルを元に対してるんですよ。俺も X ファイルってね、結構昔にな、あの、3シーズンぐらいまでしか、うん、ちょっと親のやつをチラチラ見てたぐらいだったから、うん、あんま見てないんだけど、プロシュートの兄貴のやつは、まあ、はっきり覚えてる。あった。うん、あれは。あと、カビが生えるやつもあった。はい、で人格入れ替わるやつもあった。あ、うん、あと、藤子 F っぽいんだよね、もうもはや。ああ。リトルフィートとかあれ、スモールライトだろ、多分。ああ、確かに確かに、ね。だし、あの、オアシス。うん。あの、セッコのやつ。うん。あれは、あれ多分ね、ドラえもんのドンブラコっていう秘密道具があるんだけど、うん、あれそのまま持ってきてるね。まあ別に、それが悪いって言ってるわけじゃなくって、うん、あの、モチーフ変わったなと思ったね。はいはいはい、うん。昔はホラー映画がやりたいから、逆説的に能力を考えてんじゃねえかと思えるぐらいのものをやってんだけど、この映画をやりたいって思うな、ん。今回からまあ、好きなホラー映画が尽きたのか、うんうん、まあそうではなくなってきてるよね。で、今回からもう多分能力から先に決めてるから、うん、あの、毎回毎回違ったフィールド、違った状況、うん、シチュエーションを用意することができると。で、これがすっごい面白いね。例えばさ、この中に出てくるさ、あの、ギアッチオっていうやついるじゃん。うん、あいつ、めちゃめちゃ強いはずなんだけど、うん、あの時、あの状況だから負けた、勝ったっていうのが、容易に考えられる。はい、っていう。これは面白いね。うん。で、あとね、小回りだね。やっぱり、うん、この部門。あの、基本は、やっぱ4部で言ったような小回りをしてんだよ。うん、その、惑星が曲がってるみたいな、はい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 、やつなんだけど。サスペンス小回りですか。この部からね、特に多用されてるのが、うん、丸型のアップカットっていう。丸、まあ、例えばこういう風な構図だと、うん。こいつがこっちに向かってきますよっていう構図を取った時に、荒、はい、木さん、この辺に、こいつの顔のアップ入れるんだよ。この中で、はいはい。で、これなんでやってんのかっていうと、とにかく広い絵を見せたいからやってるんだよ。うん、イタリアだからね。
あ、そうか、そうか。で、言ったでしょ、フィールドが重要なんだよ。バトルフィールドが重要なんだよ。状況が重要なんだよ、うん、だからこの広いにすることによって混乱しないようにしてるんだよね、うん、なるほどなるほど、うん、でも実はこの丸型のアップカットって、うん、あの2部の頃からやってんだよ実は。あー、へー、2部ここが効果的になってる。そうそう、あの効果的に使うようにしてるね。一コマでかいコマの中にもう一個丸のコマがあるなんていうのはなかった。うん、うん、手塚治虫かよって思うような感じだよね。私あともう一個ね、やっぱりね、そのまあさっきの丸型の発展系なんだけど、コマとコマの間にこの丸型のやつが挟まるんだよ。だからもうこいつの表情がわかる。あ、とにかくリアクションを描きたいんだけど、うん、広い絵にしちゃったら人物はどうしても小さく描かなきゃいけないから、荒木さんこうしてるんだよ。あ、うん、っていうことをやってますね。うん、4部ではリアクションが大事。うん、そうだよ。ジョジョでリアクションできねえ俳優なんて、うん、お前いらねえからさ、ほんとにギャラ払えねえと思って。バラエティ番組に近いですね。そうだよ、そうだよ、うん、まあそんな感じですね、今回はね。で、まあ演出とかに関してはこんな感じで、じゃあ次回からストーリー語っていくんだけど、うん、ちょっと難しいよね、今回のストーリーね。そう、ストーリーというか、あの、まあなんかよくわかんない単語が多いよね。覚悟とか、あ、真実とか、眠れぬ奴隷とか、あ、うん、何を言ってるんだろうこいつと思って、うん、なんでそんな面倒くさいことになってるかと。あ、うん、確かにね、これはね、理由は俺たった1個だと思ってる。たった1個ですか。この5部をやった時、うん、はい、荒木さんの状況なんだよ。ああ、どういう状況か、うん、荒木宏彦中年の危機です。え、この時荒木さん36歳ですよ、はい、ちょうどアラフォーですわ。ああ、こういうことです。なるほどね。これがこの5部の物語を読み解く非常に重要なキーワード、荒木宏彦中年の危機です。このまま溺れてしまうの、そう、気になるでしょ。気になりますね。気になりますよ。じゃあこれに関しては次回話していきましょう。はい、ドキュアバトルってな感じでした。はい、じゃあこの動画を見て次回も気になるねーという方はグッドボタン、入場録よろしくお願いします。